そこであの百田大先生の百田直樹の四学部総論、はい、思考停止の国会議員で継ぐ、はい、これがまた面白い、うん、私は以前から野党議員は10割クズ、与党は8割クズやと言い続けてきましたが、与党も9割がクズですと、うん、もう言い切られてます、はい、うん、持たず作らず持ち込ませずの比較三原則、これに議論せず加えて考えさせず、比較五原則だ、うん、だってひどいよこれ、立憲の泉健太代表はウクライナ危機に合わせて議論することは絶対に許さない、明確に間違いだ、核兵器があれば攻められることがないというのは幻想だ、立憲民主党は非核三原則を守る平和のための政党であり、日本が危険な道に進まないために力を尽くす、何言ってるか分かんないです、はい、この人は。また福山哲郎、はい、今度選挙が危ないと言われている福山哲郎さん、うん、はい、日本が核共有の議論をすることがことで NPT 体制に傷をつけ、アメリカを信頼していないとは誤解を与え、おそらく中国、北朝鮮、韓国も黙っていない、アジアの安全保障環境はより不安定化する、アメリカを信頼していないと誤解を与えるのか、そうでしょう、魔法としか思えないこれ、はい、それでまあさ早めに岸田さんがもうああいう発言をしちゃったからね、うん、まあそうなんですよ、議論もできないですからね、あれが良くないよね、はい、検討しろと言いたいですよね、それについては、そう、はい、でもいつも検討しますと、検討しますでいいんだよ、はい、でいいんだよってよくないんだけどさまだせめてそれ検討もしなかったですからね、うん、そうなんだ、はい、比較三原則の持ち込ませるとはいいじゃない、政府として議論することは考えていないと、はい、明言しちゃってるんだ、中川一郎さんがその核議論しろと言って集中砲火を浴びたのは、うん、はい、18年前ですよ、そうですね、うん、18年経ってもさ、うん、何一つ変わらないっていうの、うん、しかもこういうことがあっても変わらないっていうのは分かんないよな、はい、うん、その中川翔一に次ぐ議員がいないですからね、いないんだよな、はい、まあ、安倍さんぐらいしかいないよ ね、 いね、はい、だから安倍さんの存在が大事なんですよ、うん、それは石破がこういうこと言ってたんだね、2009年北朝鮮が2度目の核実験を行った時にね、当時農林水産大臣、元防衛大臣、敵基地攻撃なんていう現実性のないことを言っていてどうする、北朝鮮が核実験をしたら急に世論が沸騰し、やれ核兵器保有だ、やれ敵基地攻撃だと言うと、日本はこんなことを言っているから六者協議から外すよとなっちゃう、逆なんじゃないこれ、全く、はい、逆ですこの人がその、はい、何防衛通とかなんかなってさ、はい、防衛大臣もやってんですよ、うん、そうですね、嘆かしいね、はい、でこの前なんか新聞見てたらさ、はい、石破が最近ね、うん、あの議連の会長になったんだ、あ、何議連だと思う、ラーメン議連ですよバカじゃない、あ、まあ好きにやってろって感じですよね、うん、はい、これはもう百田さんのようにさ、はい、私は以前から野党議員は10割クズ、与党は8割クズやと言い続けましたが、与党も9割はクズですと言われてもしょうがないよ、ね、はい、本当によく日本はアメリカの核の傘に守られているから、いざとなればアメリカが核で報復してくれると、だから日本は他国から軍事的侵攻を受けないからええやんと言われますと。そうなのかと。例えば CIA 長官も務めたスタンターナ氏はこう述べている。もしロシアが日本に核ミサイルを撃ち込んでも、アメリカがロシアに対して核攻撃をするはずがない。もうアメリカに届くさ、うん、あれミサイル持ってるわけです。はい、ヘンリー・キッシンジャーも言ってるんですよ、日本が他国から核攻撃を受けてもアメリカはそれに対して報復の核攻撃はしないと、うん、今は日本人が核について議論できるチャンスにもかかわらず議論すらいけない、絶対にさせないという日本の国会議員総理大臣のレベルの低さにつくづく情けなくなりますと、はい、本当にこの百田さんの嘆きがね、わかりますよね、うん、これ、はい、もう基本的なことですけどね、ごく
ごく基本的なことですけど、全然それができないっていう、ね、議論ができないってことがおかしいよね、はい、久保さんが紹介してるんですけど、関東の永遠平和論っていう浜田義文さんっていう人の、論によるとですね、関東はその序でもしも諸国家がいつまでも殺戮戦争を続けるならば、いずれの国家もついに同時に破滅して、永遠平和は人類の巨大な墓地の上にしか見出せないであろうと書いています。実は永遠平和のためにというタイトル自体が墓地で用いられる人々の死後の平安を祈る言葉で、オランダの旅館の主人が皮肉の意味で看板に使っていたのをカントが借用したそうです。それをクソ真面目に書いているところはいかにもカントらしい。この痛烈な風刺が不気味なリアリティを持って現代の我々に迫ってくるのを感じざるを得ないと、浜田は解説します。浜田がこれを書いてからすでに35年の歳月が流れたけど、世界はなんとかやってきた。ところがプーチンは何をとっちくったのか、韓国に片足どころか両足突っ込んで、この危険極まりない戦争を追っ始めた。国際社会は今度こそ最後の正念場を迎えたと言えるかもしれない、うん、その時にこの日本の手たらくな、はい、うん、核を持たない国は主権国家の名に値しないと、これはプーチンが言ってるんです、うん、そうそうそう、うん、反主権国家だって言ってるんですね、うん、はい。安倍と岸田の最大の違いは、久保さん、演疫法と機能法の違いです。演疫法とは一般的な理論から論理的に特殊なものを推論し結論を引き出すこと、機能法とは個々の具体的な事例から原理法則などを導き出すこと、岸田は得意の聞く力でもって、安倍は目標を定めて、そのために何が必要で、そのために今何をなすべきかを考える。一方の岸田は得意の聞く力でもって車座で人に会い、いろいろと拾い集めるだけ。本来の機能法なら最後には結論を出さなければいけないのに、聞いた上でね、岸田の場合は憲法があるから制限があるからと誘惑をして検討するだけ、うん、平時ならまだしもこの非常時においてはこれでは何も進みませんと。そうですね、本当そうだな。